このダイアリーは言っている。僕が連続殺人犯だと。自分をサイコパスと勘違いした記憶喪失の男、彼の前に現れた本物のサイコパス。殺人ダイアリーをめぐる2人のサイコパスの運命は。ユン・シウン主演のコミックサスペンスドラマ、サイコパスダイアリー、11月衛星劇場で放送スタート。